グラニコス側の戦いは、紀元前334年に、グラニコス下半で、アレクサンドロス3世が率いるアルゲアス朝及び、コリントス同盟の連合軍とアケメネス朝の軍勢との間で行われた海戦である。海戦前、ペルシア側のギリシア傭兵を率いるメムノンは、マケドニア軍は強力だが遠征してきているので、焦土作戦による敵の弱体化を提案したというが、 ヘレスポントスフリギア大使アルシテスの我が国民の家に火をつけるなどとんでもないギリシア傭兵にとっては戦争が長引くと報酬が多くなるからだろうなどと批判にさらされた上ギリシア傭兵は後方に配置されたために効率よく戦闘ができなかったグラニコス川の戦いにおける両軍の婦人中央を左右に流れるグラニコス川の向こう側で防御するペルシア軍は前面に 弓騎兵、後方にキリシア人傭兵の不評を廃した。攻めるマケドニア遠征軍はアレクサンドロス大王が指揮する右翼が中央に回り込むような形で攻撃を開始している。迎撃するペルシア軍はグラニコス川沿いの前面に騎兵を廃し、その後ろにキリシア人の傭兵で構成された不評を置くという配置で海戦に臨んだ。一方のマケドニア軍では 大王は右翼を指揮し、左翼を将軍らの中でも年長者のパルメニオンが率いていたが、このうち右翼側に配されていたマケドニア軍の騎兵が溶かし、ペルシア軍の戦列に向かって前進していったことから戦闘が開始された。軽装で弓を主な武器としていたペルシア軍の騎兵は、マケドニア軍の騎兵とそれに続いて溶かしてきた不評の攻撃を支えることができずに配送を始め、 後方に控えていたギリシア人傭兵の部隊も味方機兵に取り残される格好でマケドニア軍の攻撃にさらされることとなった。このためギリシア人傭兵らは降伏しようとしたが大王がこれを認めず攻撃を続行させたために彼らの多くが戦死し生き残った者もこの後捕虜として酷使された。戦闘中に大王は自らダレオス三世の娘婿で ペルシア軍の将軍の一人ミトリダテスを撃ったが、その一方で白の羽飾りがついた兜を身につけていたためにペルシア軍の標的となり、スピトリダテスに襲われて、クレートスに助けられるなどたびたび危うい場面もあったと言われている。ここで壊滅した騎兵隊はペルシアの精鋭部隊とも言うべき戦力で、この戦いでコアジアのほとんどは容易にアレクサンドロスに降伏したが、 その中の一都市ミレトスでペルシア艦隊が抵抗を試みた。アレクサンドロスは現在のギリシア艦隊ではペルシア艦隊に対抗し得ないと判断し艦隊を一時解散。陸軍で相手艦隊の拠点を奪って敵艦隊を無力化する作戦に転じペルシア軍の撃退に成功した。ありがとうございます。